はい、皆さんこんにちは。オゾンの白子2をちょっと紹介したいと思います。はい、オゾンの白子2ですね。まだ綺麗にまだ開けてません。箱に入ってたものをオープンして、これから出してみたいと思います。よいしょ。こういう袋があって、こういうこの大きいのに入って、あとスピードバー、黄色バーと付属品がこういう形で入ってて、白子の2、22、これインチかな、メートルかな、白子2ですね。これから開いてみます。よいしょ。すごい軽いリングだって聞いてます。スパイダーと同じで軽くてっていうことなんですが、これこんな感じですね。これが A ライザーですね。仕切られてる。で、こういうやつ。と、あと、こちらが。マグネット式になっているブレーキコードですね。こういう感じになっています。なかなか綺麗にされています。で、ちょっと開いてみたいと思います。いやー、見えるかな。よいしょ。映ってませんね。
よいしょ、これ。はい、すいません、なんか、あらら、こんな感じですね。見えますかね、こんな感じ。結構でかいですね。向こうから行くと、おそん、こういう感じですね。で、色は表のところが赤で、裏が黄色、赤、黄色と赤っていう感じですね。おお、なかなかでかいですね、これ。でかいな。22メートルっていうことなのかな。まあ、今までミラリのパラモーターだったんですが、ちょっとナイトロの200注文しまして、あと3週間ぐらい、トータルで5週間ぐらいかかるって言ってましたんで、来るのに時間かかりますけど、また、レビューできたらいいなとかって思ってます。一応はまあ下手な撮影で申し訳ありません。まあ、こんな感じですね。ちょっとでかいですね、これ。超でかい。はい、こんな感じ。でございます。